一度でいいから作りたかったレシピ100個。今日はこれ。高知県のちくわきゅうり。なんじゃそりゃ。高知県のちくわきゅうりは、きゅうりが丸ごと入っているらしい。太めのちくわと細めのきゅうり用意して、やっていくぞ。細くてまっすぐなきゅうりをゲットしたら、板ずりをする。水分をよく拭き取って、サラダ油をきゅうりに塗ったら、ちくわの穴に差し込む。利き手でぐりぐりと、ゆっくりね。焦っちゃダメ。気分のちくわがとっても使いやすいことに気づいた。ちくわギリギリのところできゅうりをカット。高知県のちくわは穴がもともと大きいんだって。だからこの形が誕生したらしいよ。パッケージにこの料理載ってるぐらいだもんね。ちくわきゅうり作りまくった後は、高知県の居酒屋にこの料理があるか確かめに行ってみた。まさかの定休日だった。ガビーン。自分で作ったちくわきゅうりも美味しかったよ。